茶タテムシは、昆虫図ナソワゴメのうち、寄生性のシラミ、ハジラミ以外の微小昆虫の総称。側系統だが、かつては、茶タテムシ目に分類された。茶タテムシ目は現在でも便宜的に使われるが、アモクなどに格下げされたのではなく、正式な分類群としては認められていない。有志のものとブハネのものがいる。咀嚼具自識で、触覚は、糸状である。 有志のものでは体長より長い。江戸時代、この虫が障子に止まって発音すると障子紙に共鳴して茶船で茶を立てるような音がしたことからこの名がついたという。コチャタテカ、コナチャタテカなどの昆虫などでブハネである。体長は1から2ミリメートル程度、形状が白アリなどに似て頭部が相対的に大きい。コナチャタテカのものではオスとメスで体長に、 かなりの差がある。茶ム虫か、星茶てかなどで有志である。体長は3から7ミリメートルほどで、前肢の方が大きい。カビや、チールイなどを食べる。う化や症状場へと間違えられることもあるが、本体の形状がそれらとは著しく異なるため、区別できる。粉茶てアモクは、側系統、他のニアモクは単系統である。系統については、ソワゴメを参照。 博物館、美術館、資料館の展示ケース、住居の書棚や押し入れなどにも見られ、書物、食品、乾燥した、動植物標本などを食害する害虫として知られる。ダンボールのように厚紙が層をなしている中に生息し、段ボール箱と共に倉庫など保管場所から持ち込まれる。しばしば大発生して、かなりの被害をもたらすこともある。ありがとうございます。